本当のエルサとは、美しき H とは何ですか？なんか、プロジェクト X みたいな感じ。すごいですね。まあ、本当に、ガチで答えると僕は、感情の解放だと思いますね。うんうん、おー、感情の解放。はい。これがなかなか、難しいと思うんですよね。セックスをしてるときに、日本人はまあ言葉を喋らない、うんうん。で、何を喋ったらいいのかっていうのがまあ一つのテクニックにもなっていくんですけども、うんうん、その中で一番ハードルが実は高いのが好きっていうことだと思うんですよね。へえ、なるほどなるほど。で、というのは、なんか、気持ちいいよはやっぱみんな練習すれば、言えてくわけですよね、うん。まあそういうことをするための行為だから。うん、だけども、している最中に好きって言い合うのって、うん、結構ハードルが高いんですよ。へえ。なるほど。だから、それが出ると、やっぱり僕は特にですけど、やっぱ高まりますよね。ああ、なるほどね。気持ちよりも好きって言ってくれた方が、自分の感情がこう出てきてるから出てきてる感じがします。感情の解放。